FM 武蔵野は、総務省から免許を受け、東京都武蔵野市に本社を置き、武蔵野市、三鷹市近辺を放送エリアとするコミュニティ放送局で、ある。コミュニティ FM 放送局としては、東京都内で最初に開局した。1995年3月28日、東京都で初のコミュニティ放送局として開局。武蔵野市、武蔵野商工会議所、 武蔵野市の民間企業など36法人の出資による第3セクター放送局。2001年5月本社を現在の武蔵野商工会館3階に移転。FM 東京とも資本関係にある。武蔵野市随一の商業地区吉祥寺を拠点に、武蔵野、三鷹漁師の地域に根ざしたグローバルな情報を中心に地元で活躍する文化人のインタビューや、 良質で、コアな音楽番組などを放送するほか、武蔵野市議会の定例議会の中継も放送する。その他、サッカー JFL 所属の地元東京武蔵野市ティ、FC の試合をはじめとする武蔵野市内スポーツ、中継や、毎年4月の武蔵野桜祭りなど同市内で行われる、イベントの実況制中継もする。もちろん緊急災害時には、災害情報を放送する。 毎日午前6時午後11時約17時間にわたって番組を編成している。深夜から翌朝の放送開始まではジャズフュージョン音楽のみを放送。聴取している年齢層は30代後半50代以上が主で地域情報やジャズフュージョン系の番組が多いが時間帯によっては10代から30代前半の若年層に向けた番組も編成されている。 パーソナリティは主にフリーアナウンサーや地元で活躍するミュージシャンなどを起用しているが近年では有名タレントアーティストが出演する番組も放送している。開局当初から自主制作番組を中心とした編成だったが近年では多摩地域の各コミュニティ FM 局と連携して番組の共同制作や企画ネットも積極的に行っている。また一部番組にて ポッドキャスティングによる展開も行っている。1995年開局時からフライングエッグを使用していた。その後現在では使われなくなったものの受信報告書を送るともらえる QSL カードには開局当初から数年ほど使われてきたフライングエッグマークが使用されている。なお、QSL カードに使用している紙のデザイン部分はコーティングされており、 滑らかな質感となっている。2012年からは新たにマスコットキャラクターとしてドレミハット君が登場しタイムテーブル描紙などに使用されていたが最近は使われなくなっている。2019年10月より武蔵の FM 専用のバッチ型ラジオが発売され武蔵の市民防災協会にて999円で販売されている。4月現在詳細は pdf 番組表を参照。ほかほかなど、イベント用の放送ブースその他、武蔵野、三鷹市内で行われるイベントにおいて、放送用ブースを設け、公開性放送を行う。武蔵野 FM では1995年春の開局に合わせて、前年冬より、市民から放送のためのボランティアを公募、多く採用してきた。しかし1996年秋に、 会社方針が変更、市民放送ボランティアが現場から一斉に引き上げとなり、開局時から放送していた、武蔵のフレッシュサラダ、武蔵の情報バイキングなどの番組が打ち切りとなる。ボランティア引き上げ後、武蔵の FM で情報募集を依頼され、1997年6月20日に、武蔵野の市の公募により141名からなる情報ネットワークを結成、秋には、 市民の会協力番組、武蔵のトゥデイ放送開始。そして翌1998年1月1日に、武蔵の FM 市民の会が立ち上げられた。以後、年1回ペースで市民の会主催による行事を開催。現在は、毎年1回ペースでトゥデイ勉強会を開催し、災害訓練リポーターとして、積極的に番組参加している。 FM 武蔵野の観光事業部門として、武蔵野市と地元観光事業団体の協力によって、設立されたのが、一般社団法人武蔵野市観光機構。2010年7月に武蔵野市観光推進機構として、創設2013年7月1日に、現在の名前に改称。通称は、無観。地域経済の振興、地域の活性化。 市民生活の向上を三つの柱とし、首都、市外から訪れた観光客の交流を通し、地域経済を活性化させることが観光を推進する目的として活動を行っている。なお、同機構が協力する番組として、毎週土曜日に放送されている、無、カンナビダイヤルがある。ありがとうございます。